母の腕これは私が小学生の頃に体験した出来事です当時小学校に上がったばかりの私はとても引っ込み思案でなかなか自分の思ったことを口にできない性格でした 私の二つ上には兄がおりまして、やんちゃすぎて母に怒られている姿をよく目にしていました。妹は私の六つ下でしたから、当時は一歳くらいでしょうか。三人兄弟の真ん中である私は怒られている兄を見て学習し、 小さい妹の面倒を見て必然的に我慢することが多かったのかもしれませんそういった性格は学校生活にも現れていました小学生ではありがちなことと思いますがトイレに行く機会を逃してしまうことがしばしばありました 一年生ですので、授業の準備がスムーズにできず、もたもたしてしまい、そのまま授業開始のチャイムが鳴ります。授業中に先生に、トイレに行きたいです、とは、恥ずかしさが勝ってしまい、どうしても言えませんでした。我慢はやはり、 体に悪影響を及ぼし人右人炎という病気になってしまいました私は一週間ほどの入院を余儀なくされたのです病院での生活というのは昼間は退屈で夜は怖いものです当時の入院した病院では 7歳以上の入院は小児科病棟ではなく一般病棟に入院することが多かったようで私も一般病棟の大部屋で過ごすことになりました古い病院ですので雰囲気があり非常口を知らせる緑の照明は点滅し点滴を吊るす点滴棒はキュルキュルと 滑りの悪そうな音を鳴らし、明かりの少ない廊下は異次元へつながるのではないかと錯覚するほどでした。病院の消灯時間は早く、眠くもないのに暗い部屋のベッドで寝なければならず、わずかな物音や自分の呼吸音さえも眠りを妨げる一因となりました。 私は見えないものに恐怖し、怖くて怖くて毎晩泣きながらベッドに入って震えており、少し眠っても眠りが浅くちょくちょく起きてしまいます。見回りにやってきた看護師さんが眠れの私を見て寝つくまでそばにいてくれました。 そうしてもらうことでやっと眠れるという日々が続きました入院して何日目かの夜に眠っていた私はふと目を覚ましました私を包み込む腕がありました向こうを向き 眠っているようだったので顔は見えませんでしたが柔らかな肌は女性のものでした、はああお母さん来てくれたんだ母はもちろん毎日昼間にお見舞いには来てくれていましたが付き添い入院ではなかったので 夕飯の時間ごろには帰ってしまいましたあまりに私が泣くので見かねた看護師さんが母に付き添い入院を勧めてくれたのでしょう久しぶりの母の腕に私はとても幸せな気持ちになりました普段から我慢をしていましたし 妹が生まれてからは特に母と二人で話す時間はめっきり減ってしまっていました母を独占して一緒にいられたことで安心した私は深い深い眠りにつくことができました朝になり看護師さんに 昨日はよく寝れたんだね、とにっこりと言われながら起こされました。ちょっぴり恥ずかしくなりましたが嬉しかったんです。その母の姿が見えませんでした。朝の支度でもしてるのだろうとあまり気にしてはいなかったんですが、 病院の朝食が運ばれ食べ終わっても戻ってきませんおかしいなと思っていると面会時間になってから母がやってきました具合どうと聞かれ私は疑問に思っていたことを尋ねてみました お母さんどこ行ってたのえ今来たんだけどどうしたのと返されてしまい私の頭の中はクエスチョンマークでいっぱいでしたゆうべ母が抱きしめてくれたのは夢だったのでしょうか詳しく 母に聞きたかったんですが退院後の通学の話や薬の飲み方や家での様子を話し出したので聞くタイミングを逃してしまいましたこの時は軽くパニックになりましたが母恋しさに見た夢だったんだなと無理やり自分を納得させ入院生活も あとわずかでしたので深く考えませんでした退院して落ち着いた頃妹を抱っこし授乳している母をぼーっと見ていた時ふと気づいたことがありますあの時私を包み込んでいた女性は 向こうを向いていたんです私を抱きしめていたのに向こうを向いていたんです両腕で抱きしめたまま顔が一切見えないように完全に向こうを向くことができるのでしょうか髪の毛で顔が見えなかったわけではなく 母と同じくらいの長めのショートカットですさらには母は授乳中の身です夜頻繁に起きてしまう妹を置いて私に付き添い入院をすることができるのでしょうかこのことに気づいてしまって背筋がぞーっと 凍りつきました私は一体誰に何に抱きしめられていたのでしょうか。 彼女の手。二十代前半で地方から上京して仕事をしていた時間もなくして同僚の女性と仲良くなった。これはそのことの話。名前は K。明るい子で実家が大富豪だったが、 社会勉強も兼ねて職に就いたらしい。何度かデートをするうちに親密になって、運命の女性にすら思えた。まだお互いの親には面識がなかったが、将来の結婚も約束していた。しかし、そんな幸せな日々も長くは続かず、交際から半年後、K は、 白血病で入院することになった。俺は毎日病院に足を運んだ。病状はかなり深刻らしく、休憩所で K の母親が泣いている光景も幾度となく目にしていた。ある日いつものように病室に二人でいると K が もう、お見舞いに来ないで。と言った。驚いたが、細かく話を聞いてみると、これから先は、髪もすべて抜け落ちるだろうし、ミイラのように痩せ襲って、醜く変貌する。そんな姿を、俺には見られたくないし、綺麗なまま、ずっと覚えていてほしい。 そんな内容だったしばらく言い合った後わかったと返事した正直俺も K のそんな姿を見たくなかったのかもしれない何より愛した人が刻一刻と死に向かう様子を黙って見ているしかない現状に耐えられなかった 完全なノイローゼだったしばらくして仕事を辞めて逃げるように引っ越した苦痛から解放されるためケアのことを忘れてしまいたかったが内心恋しくて胸が張り裂けそうだったそれから数ヶ月たったある晩の出来事 俺は何かの気配を感じて真夜中にふと目を覚ました。誰かがいる。でも生きた人間じゃない。俺は目を閉じたまま身動き一つ取れずにいた。するとその何者かはごそごそと布団をまさぐった後に俺の手を握ってきた。 K だ。手を握られた瞬間に思ったその手のひらは氷のように冷たく枯れ木のように痩せ細っていた俺は目を開けて K を抱きしめようと思ったしかし K と話した最後の会話が脳裏をよぎる 醜く変貌した自分を見られたくない。綺麗なまま覚えていてほしい。それが彼女の最後の意志だった。俺は閉じてある目をさらにぐっと閉じながら彼女を抱きしめた。そして彼女の手を握ったまま眠った。 彼女の霊は定期的に現れた。深夜目が覚めるときは、つまり彼女が来たときだった。そしていつも俺の手を握った。俺も目を閉じたまま、冷たく痩せ細った手を握り返し、時には抱きしめた。俺が起きてるときは、決して現れない。 やはり自分の姿を見られたくないんだろう数年たってもまだ K の霊は現れ続けていたそれゆえ俺は恋人も作らず人間関係も薄く周りからは暗いやつと遠ざけられる存在になっていたある日 電車で K と出会った街を通る機会があった辛くて逃げ出した街しかし数年ぶりに見ると妙に懐かしくなって思い切って電車から降りてみたしばらく街を徘徊する K とよく訪れた公園の前を通りかかったとき K の母親が大きな犬を連れて前方から歩いてきてることに気づいた。俺は即座に自分の顔を手で隠した。K の死に目にも合わずに逃げ出した男だ。恨まれてるに違いない。そう思った。俺はうつむきながら歩いた。 あと少しですれ違う。それくらいの距離になって、K の母親は、俺に気づいてしまった。あら、久しぶりじゃないの。ああ、はい。ぼそりと返事をした。そして続ける。 あの、すみませんでした。俺のその言葉から会話の内容は彼女の思い出話になった。俺と K の母親は公園のベンチに座って K の思い出を語り合った。どのくらい話していただろう。K の母親は 俺のことを恨んでる様子もなく、犬を撫でながらいろんな話を聞かせてくれた。あの、K のお墓はどこにあるんですか今度お墓参りに行かせてください。俺がそう言うと、K の母親は怪減な表情を浮かべた。 K まだ生きてるわよ俺は一瞬固まった K は完治して退院そして数年前に恋愛結婚し子供もいるらしいその事実を知って以来俺は眠れなくなって今では 重度の不眠症だ。じゃああの手は誰なんだ 飛び降り自殺2011年5月この日は確か仕事が早番で駅に到着したのが午前6時10分ごろ横断歩道を渡りスーパーを通ってすぐ左の小道に入り坂を上る。 橋に差し掛かると桜の木が植えてあるんだけどもう桜は散っていて葉っぱが茂っていた坂を下り始めると病院が見えてくる顔を上げて一番最初に目につくのは四階西病棟の窓さらに歩いていくとだんだん 人影が見えてくる女の人がその窓のところに立っていたでも何か違和感がして一瞬立ち止まるその女の人は微動だにしない目を凝らすとその人左側の顔半分がなかった 頭も半分欠けている人じゃなかったか私は朝から偉いものを見てしまったと思ったけれど見えても私が助けてあげることなんてできない私は見えなかったことにした。 更衣室に入ると時刻は6時15分だったので着替えを済ませてエレベーター横の自販機にポカリを買いに行った病棟に着いてから休憩室の冷蔵庫の前でボトルのキャップを開けて少し飲んでからそれを冷蔵庫に入れた日勤の準備を済ませて早速 仕事に取りかかる15時10分申し送りを済ませて私は病院を出た帰り際振り返るとそこにはまだ女の人がいたけれどバイトがあったのでキビを返した バイト先にいて休憩中に先輩が話しかけてきた。H ちちゃん、今あそこにいる人、見える。先輩の指さす方を見ると男の人が歩いていた。私が頷くと先輩は話を続ける。 あの人のお母さんねあんたの働いてる病院の屋上から飛び降りたんだって気づいた人がすぐに病院の中に運んだけどその人頭が潰れていて助からなかったらしいよぞくりと背筋に寒気が走るちょうど今日 見たような気がする。そしてその息子を見ることになるなんて。ああ、やっぱり供養してほしいんだ。お経がほしいんだ。自殺した人は成仏できない人が多いもんね。こんな偶然はありえない。でも、遺族になんて言えばいい 自殺して成仏できていないので供養してあげてください。そんなこと言ったら霊感商法とでも思われるんじゃないだろうか。大体いい見ず知らずの人間のこんな話信用するはずがない。頭おかしいと思われて終わり。なんで自殺しちゃったんだろう。 その先輩はもともと私の霊感について知っている人だったので思い切ってこの話をしてみた。先輩は、やっぱり自殺したことの罰って受けるもんなんだね。自殺すると罰を受けるんだね。しょうがない。 知り合いがあそこの家族と仲がいいから一回話してみてあげる先輩はそう言ってくれた「それからあの女の人がどうなったのかは知らない」「その後ちょっといろいろあって病院辞めちゃったから」 じゃがいもモこれはバイクでソロキャンプを趣味としている僕の友人 A から聞いた話ですその日もいつものように大型のアメリカンバイクにまたがり10キロ近くもあるキャンプ道具を背負って山道を走っているところでした どれくらい走ったか、舗装もされていない道を進んでいるとうっすらともやのようなものが立ち込め A はスピードを緩めましたしばらく行くと何やら村らしきものが見えてきます村といっても人の気配があまり感じられません廃村というやつでしょうか もしかすると、誰か一人くらいポツンと暮らしているかもしれません。この先、雨になる可能性もあるな、と思い、A は一旦その村に立ち寄って、どこかの家の軒先でも借りて、野営でもしようかと考えました。もし、廃棄された空き家でもあれば、テントよりそっちの方が、 雨が防げて楽そうです村の入り口付近と思われる場所に着くとバス停のような小さな小屋が目に留まりました木でできた古い屋根付きの小屋に長いテーブルが置かれそこに野菜などが置かれていましたいわゆる無人販売所 というやつです。へえ、じゃあやっぱりどこかに人がいるのかな。そう思いながら、並んだ野菜を見てみると、下手な字で書かれた値札がついています。人人と漢字で書いて、人参じ5本100円。 人の頭のかぼちゃ、100円。確かに、人の頭ほどもあるかぼちゃだけど、気持ち悪い名前だな。じゃがいも、5個、100円。他にもトマトやキュウリ、ナスなどがありましたが、トマトは熟しすぎて、潰れて血のような、 赤い汁が流れているし、キュウリやナスはもう水分が抜けてしなびています。もしかすると最後に置かれてから結構日がたっているのかもしれません。でも日持ちのするジャガイモやカボチャはまだまだ平気に見えます。 そうだ、じゃがいもをホイルにくるんで火にかければホイル焼きが食えそうだな。そう思い、A はじゃがいもを手に取りました。するとなんだか感触が柔らかい。あれ、やっぱ腐ってんのかな。A はアーミーナイフを取り出し、 じゃがいもの皮を少し剥いてみました。すると中から卵の白身のようなぶよぶよしたものが見えてきました。え、じゃがいもって腐ったらこんな風になるのか。さらにナイフの刃を入れていくと白身の部分が 溢れるように出てきてきそこには血管のような赤い筋も見えやがて黒い部分が現れるとぐるんと動きましたうわ A は思わずそれを地べたに放り投げていましたじゃがいもの中身は 大きなブヨブヨした目玉でしたな,なんだこれ気持ち悪い A はじゃがいもをもう一個手に取ると思いっきり地面に投げつけましたそれはまるで卵のようにぐしゃっとつぶれ中からは液体とともに やはり目玉が飛び出してきました吐き気と震えが絵を襲いましたあまりのことに無人販売所に並べられた野菜たちをもう一度見返すとジャガイモの値札には「ジャガンいも」と書かれてることに気がつきました。 じゃがんいもそして隣のかぼちゃにも目がいき思わずかぼちゃも地面に投げつけてしまいましたバコッという鈍い音とともにかぼちゃは割れ中から長い髪の毛にくるまった人の頭が転がりだしてきました A はもうそこで立っていられず、へたり込んでしまいました。本当に人の頭なのか、コアゴはもう一度よく見ていると、先ほどの目玉がずるずると動いて、カボチャから出た頭に向かっています。頭には目がなく、 黒くくぼんだ穴だけが開いていました。はあ、はあ。A は言葉にもならない叫び声を発し、なんとか立ち上がろうともがきました。あの目玉たちが頭の目の部分に収まったとき、 もっと恐ろしいことが起きる気がして、とにかく早く逃げなくてはと、その一心で体を動かしました。キャンプ道具もすべて置き去りにして、バイクに飛び乗り、エンジンをかけて急発進しました。そこからどう走ったのか、 A は全く記憶がないそうですが、街が近くなってきたとある交差点で交通事故を起こしてしまい、A は警察に逮捕されました。その時の A は取り乱しており、わけのわからないことを口走り、しかもアーミーナイフを持っていたことで、 銃刀法違反も疑われました後にキャンプ用だと説明したんですがそもそもキャンプ道具意識を捨ててきてしまっているので説得力が乏しいのだとか実は今 A は精神病院に入院しています 尻滅裂で時に興奮して叫ぶ A を警察は薬物検査や精神鑑定にかけたというわけです。僕は A の入院した病院に面会に行きこの話を直接聞いて今帰ってきたところです。僕には 映画狂ってるようにはとても見えませんでした。早く真相が明らかになって映画また自由になれることを願っています。 4回私の父方の家系が昔から霊感があり私もしっかりそれを受け継ぎました幼い頃から怖いものからそうではないものが見えていたので幽霊がいる生活が当たり前でした そんな中、小学五年生の頃に、父方の祖父が亡くなりました。私自身、初めての親近者の死だったため、ひどく落ち込みました。一年かけて立ち直った、ある夏の日、それは起きました。私の地元は、 小学校から部活動があり、私もバスケットボール部に所属していました。部活が終わると、校舎内にある公衆電話から、親に迎えの電話をし、待っている間、部活動メンバーと一緒に校庭で遊んで過ごす。これが、いつも通りでした。 その日も当たり前のように遊んでいた時ふとグランドに気配を感じ目線を送るとそこには亡くなったはずの祖父がいました生前かぶっていたハンチングに敬老の日にお年玉を崩してプレゼントした杖後ろ姿でしたが間違いなく祖父でした おじいちゃん、寂しくなったのかな。私はブランコに乗りながら、じーっと見ていると、スーッと左手人差し指を上に向けました。その指さした方向は、学校裏の方でした。そちらには、祖父の家がある方角でした。 どうう。したんだろうそう思っていた時友人の車が学校内に入ってきて過ぎた瞬間祖父の姿はありませんでした「寂しくなって会いに来たんだろうな」私はそんなふうに思いながら迎えに来た母親に話しました。 幼い頃から普通に幽霊を見たということを伝えていったため両親は特に驚きもせず話を聞いてくれますその日も母親は「そうだったんだねおじいちゃん会いたくて仕方なかったのかもね」そんなふうなやりとりをして その日を終えました数日後健康診断を終えた母が少し興奮交じりにあのね今日病院行ってお会計待ってたら前に並んでいた人がおじいちゃんそっくりだったのお母さんびっくりしちゃって声かけたら顔も声も似てて他人の空似ですね なんてて話してさその人早々と会計しちゃっていたらしくてすぐいなくなったんだけどあなたから学校で見たって言われた後だったからびっくりした「<laughs> こんな偶然あるんだね」なんて話していましたがその時点で不思議は連鎖していました。 母はその健康診断でがんが見つかりました早期発見だったためすぐ入院と手術が執り行われました無事手術は成功ししばらく術後の入院生活を送っていました私も学校が早く終わった日は 父と弟と弟お見舞いいに行っていました。ある日職員会議が入り全部活動が急遽休みになり父親に電話でそのことを連絡すると「なら今からお母さんのところにお見舞いに行こう」「迎えに行くからいつも通り校庭で待ってて」 そう言われ校庭で待っていましたいつもは野球部と陸上部の声が響くグラウンドもカラスの声しか聞こえませんでしたふと祖父が立っていたところに私も立ってみて何を思ったのか同じように左手人差し指を同じ方角に。 指さしてみましたその時ハッとしたんです祖父がさしていたのは家の方角ではありませんでした校舎裏にある私立病院祖父が亡くなった病院でもあり母が入院している病院高さは ちょうど4回母が入院している会です信じられませんがあの時祖父は母親の体をむしばんでいた病気を教えに来てくれたのでしょうか母の前に現れたのは本当に他人の空にの老人だったのでしょうか それから今現在まで母の病気は感知し、すっかり元気に過ごしています。私が体験した中で一番不思議な出来事でした。 生まれ変わり。私自身は、ほんのりと、嫌な場所、今日は何かある、または誰か来る、程度の、ちょっと強めの感がある程度ですが、次第に薄れつつあります。現在私は、肺がんで入院しています。 この体験は私の治療にもメンタル的にもかなり影響した出来事です。25年前くらい昔、私は田舎の印刷関係の会社にいました。実績は悪く、倒産すれすれだったのですが、最終的には社長が処分を決意し、 私と同僚だった男性は喧嘩をして辞めていきました。数年してから馴染みの当時流行りだったカフェバーでマスターと話をしつつ夕食をとっていたとき、七八人の賑やかな団体が入ってきました。見ると社長と喧嘩をして やめた彼が、新しい職場の知り合いたちと大騒ぎをしながら入ってくるところでした。おまるまるじゃん、久しぶり、元気。と、気さくに話しかけてくれて、せっかくだからこっちにおいでよ。と、誘われました。言われるまま、 そのグループの中に入ると、紹介するわ。バツバツ印刷のデザイナーで、誰々君、隣が〇〇印刷の営業の誰々さんね。と、そこにいた全員を紹介してくれました。3番目か4番目か、私と大体同世代か、ちょっと年下の女の子を紹介された後、 その子が初対面なのに、親しみのこもった眼差しで、ニコニコとこちらを見ていることに気づきました。よく考えても、彼女は初めて会う人で、面識はありません。が、その瞬間、何百年も前の景色が頭の中に浮かびました。 イメージとして私は彼女や他の人たちと数人で松明を持って逃げているシーン。私は彼女のことを何も知らないはずなのに、とても大切な誰か、多分妹のような大切な家族であろうというイメージが浮かびました。 夜中に多分ピンク色の膝までの着物を汚して、髪は後ろにぼさぼさに束ねて、顔も松明や泥で汚れていて、不安そうにこっちを見つめています。急いで逃げているので、持っているものは何もなく、ただただ皆で焼け出されて逃げまどっているイメージ。 そしてその次に、ああ、こんなところにいたのか、無事でよかった。という安堵感がやってきました。でも、よく考えても、彼女とは今まで会ったことは確かにないのです。 私の頭には、んという疑問ばかりが浮かびました。相変わらずニコニコと微笑んでいる彼女に、初対面ですよねと聞くと、はい、と答えます。続いて、会ったことはありますよねこれも、 はいと、ニコニコ答えます。その後は特に会話もせず、これはどういうことなんだろう、と考えつつ、捕まえて詳しく聞くこともなく、別れて、あれ以来、一度も会っていません。しかしなんだか、 彼女の答えを聞いただけで納得し、安心した自分がいました。そして、現世で一緒にならないのは、彼女との関わりが終わっているからだ。と、なぜか納得していたのです。これはどういうことなのか。自分でも説明はできませんが、 妙に理解しているのは、多分、こんなことが何度もあった体験の一部なんだろうと思います。どうして何度も生まれ変わるのか。現世で彼女と出会った理由は何か。もしかすると、今回の治療では治らないのかもしれないし、 苦しいことが待っているのかもしれません。けれども、いろいろなことを乗り越えて、次があるから大丈夫、と励まされているのかもしれないとも思います。でも、皆がその記憶を持つと、人生をおろそかにするような気がするのです。 人生は一度きりだから大切に生きる。今まで前世などを考えたこともなかった私にはこの体験が人生観を変える大きな出来事でした。同じような体験をした人で答えを知っているなら聞いてみたいと強く思います。 羊これは小学校の時の話私の小学校は開校10年ほどの比較的新しい学校でしたそんなことも関係してかよくある 学校の怖い話というものがありませんでした。それをつまらなく思った私と友人数人は自作の学校七不思議を作って広めようということになりました。その内容はまあ小学生らしく渡り廊下に出る幽霊だとか音楽室で 勝手にピアノが鳴るだとか、ありがちなものでした。そして、七不思議の最後、七個目は、他六つの不思議をすべて体験すると、良くないことが起きる、というものでした。いざ七不思議を話してみると、みんな怖い話に飢えていたのか、 噂は瞬く間に広がっていきました。噂が広がるにつれ、七不思議の内容に尾ひれがついていきました。と言っても、話の根幹は変わらず、演出が大げさになったものがほとんどなんですが、その中でも一つ、 明らかに内容が変わったものがありました。七不思議の最後、七個目の話です。この変わった内容というのは、夜中三時に校舎の中に羊が現れて、見た人に悪いことが起きるというものでした。 この話だけ、あまりにも突拍子もなく内容が変化していたので、私たちは不審に思いました。それから数ヶ月後、一緒に七不思議を考えた友人の一人が大怪我をして、私は病院にお見舞いに行きました。 幸い、命に別状はなかったのですが、友人は、見舞いに来た私を見るなり、言うのです。俺、見たんだ怪我をする前の日の夜、学校で羊を見た。夢の話ではあるんだけどさ、気づいたら、夢の学校の中にいたんだよ。シーンとした学校の中を歩いてくんだけど、図書館に入ったところで、 上の方からなんか気配がしたんだ。ちなみに私の小学校の図書館は吹き抜けになっていて、頭上には2階の渡り廊下が橋のようにかかっている。それで渡り廊下をふっと見上げたら、でかい羊がこっち見てたんだよ。 俺そいつと目合っちゃってさ、そいつが俺の顔を見て、ニやーって笑ったんだ。ほんとこう人間みたいに。んでそいつが階段の方にゆっくり歩いていくのが見えてさ、まずいこっち来ると思って急いで玄関に猛ダッシュしたんだよ。途中階段の方から狂ったような笑い声が聞こえてきてさ、 もう無我夢中で走ったんだ。いざ玄関に着くと鍵が開かなくて、気づいた時には奥の廊下からゆったりと羊が歩いてきてるんだよ。誰私君あなたえ誰君待って。ちょっと。 ダメだよ。君ん<え>っていう風うに、二十歳ぐらいの高めの男の声で、わけわかんないことを言いながら、体を左右に揺らして、四つん這いの羊が。もう怖くて、必死に玄関ガチャガチャやってたら、ギリギリのところで鍵が開いて、そこで目が覚めた。 時計見たら夜中の三時だったんだ多分俺あれに捕まってたら大怪我じゃ済んでないと思うにわかには信じがたい話でしたが私が小学校を卒業するまでに怪我や事故に遭った友人の何人かは口を揃え 同じ内容を話していました。ゆっくりと変な間で区切った意味のない言葉を言いながらでかい羊が追いかけてくる。見つかるのは決まって図書館。夢から覚めると夜中の3時だった。 これは全員に共通した内容です。小学校を卒業してからはピタリとそんな話は聞かなくなりましたが、あれは一体何だったんでしょうか。私の友人は皆逃げ切れていましたが、もし捕まっていたらどうなっていたのか。 そもそも羊の噂はどこから広まったのか今となってはわからないことです沖縄の動物病院にて 沖縄で動物の看護師として働いていた時の話をしたいと思います。5年ほど前、私は県外から沖縄に移住をし、動物の看護師として働いていました。沖縄とは県外の人間から見ると、やはり少し雰囲気の違う場所で、 不思議な話にも寛容というか、そういうこともあるよね、といった独特の感性の方が多くいたように感じます。二階建ての病院でしたが、オペ後、一人二階で手術器具の片付けをしていると、隣の部屋に獣医の先生が入ってきました。 直後、一階から、その先生の内線呼び出しが。下に降りて、今二階に来ましたよね、と確認をしましたが、行っていない、とのこと。他の看護師も、違う場所でその先生を同時に見たりすることもあったんですが、当の本人や、 沖縄出身の方たちは昔車にひかれそうになって魂を落としたからだとあっけらかんとしていました。沖縄ではびっくりしたりすると魂を落とすと考えているそうで、まぶい組という儀式をすると魂を拾えるのだとか。 先生もその後、ユタのところで、まぶい組みをしたらしく、その後、二人の先生を見ることはなくなりました。そんな感じで、幽霊や魂といった話を、沖縄では身近に受け入れてるのだと感じました。ある日、病院を開ける直前で、 シャッターを叩く音が。急いで玄関を開けると、若い夫婦が血まみれのゴールデンレトリバーを連れてきました。朝の散歩中、広い公園でリードを外したところ、テンションが上がってしまったのか、車道に飛び出し、車に衝突してしまった、とのことでした。 すぐに処置をし、懸命に治療に当たったのですが、まもなく亡くなってしまいました。ご夫婦はこれから仕事があるとのことでしたので、夕方まで遺体をお預かりすることになりました。朝一で重い気持ちのまま病院を開け、通常の診察を続けていると、 とある飼い主さんに、玄関の犬、かわいいねと話しかけられました。玄関には陶器の犬の置物を置いていたため、そのことかと思いましたが、大きな金色の毛の若い犬がいるとのこと。ちょうど朝亡くなった。 ゴールデンレトリバーの外見です。待合室の一番日の当たる場所でお座りをし、じーっと外を見ているらしい。もちろん、遺体は一番寒い隔離部屋に安置してあります。その飼い主さんは、猫ちゃんが入院中で、 面会に来ており、一日何時間も居座って面会をしたりと少し変わった方ですが、穏やかでいつもニコニコしている普通の主婦といった方なのでびっくりしたのを覚えています。飼い主さんを待ってるんだね。と言いながらその飼い主さんは お帰りになりました。夕方、ゴールデンレトリバーは引き取られ、葬儀に出されました。その後、また九段の飼い主さんが面会に訪れ、待合室を見渡すと、あの子、お家に帰ったんだね。 普通の主婦が世間話のようにニコニコ言われていたのがとても不思議でした沖縄という土地だったからなのかあの飼い主さんが特殊な能力でも持っていたのかはわかりません沖縄では他にも様々な体験をしたのですが5年ほど勤め また別の土地に来ているので、今はどうなっているのかわかりません。が、私の弟が同じ病院に獣医師として働き始めたので、何か不思議なことがなかったか、先生が二人になることはなくなったのかを聞いてみたいと思います。